くんが KOSFC に栄養入試で合格したの。今ツイッターで騒がれています。真偽のほどはまだわかりませんが、その中で心に残ったツイートはこちらです。こっちはワールドカップも我慢して締め切り受験勉強しているのに、なんで鈴木福くんはワールドカップを見ながら慶応に入れるの。